はい、どうも皆さん、こんばんは。今回はですね、G1 が終わった後ですよね。今年の G1 クライマックスっていうのは、内藤哲也選手が見事にこう優勝をね、したわけではあるんですけど、そんな G1 クライマックスで、その去年じゃない、名前、一昨年までは、優勝したら、そのなんか権利証防衛システムっていうものが、あったんですよ。なんかこう、権利証が入ったケースっていうものを渡されて、それを持ってなんかその、東京ドームまで2、3回、2回ぐらいかな、防衛戦やって、で負けたらそのケースが取られちゃうんですよね。だからそれで、そして最終的にそのケースを持ってる方が、そのなんですか、東京ドームで、メインイベントで挑戦できるっていう、そういう権利証防衛システムっていうのを、これ岡田和親選手が、やりましょうって言ったことをきっかけに、できたんですよ。ただそれがなんかその去年かな、去年、岡田選手の声によって、急遽なくなったんですよね。もう権利証いらないですということでなくなったんですよ。で、その今年が一体どうなってるのかっていうのは不明なんですけど、今回ですね、その権利証システムについて、内藤選手というのがなんかその苦言というもので、呈されていたんで、今回はその点についてね、話していこうと思います。で、内藤選手というのはですね、この終わった後に、その一夜明け会見するんですけど、ただ最初はなんかやっぱりその、歓声ありの大会で優勝できて、デアポーの大合唱できて、めちゃめちゃ、気持ちよかったですよ、と。で、やっぱ自分の怪我のこととかもあるし、あと年齢的なこともあって、本当にもう自分に残されたチャンスはもう本当に少ないから、もうその来年頑張ればいいやって思えるほど、もう俺に今時間的に余裕はないんだと。だから、もう本当にここで、結果残したいっていう気持ちがめちゃくちゃ強かったっていうことを、内藤選手は、言ってると。で、その権利証システムに関しては、なんかその、今年が一体あるのかないのかわかんないんで、内藤選手っていうのも結構その、なんですかね、状況が把握できないみたいで、で、なんか俺はじゃあもう東京ドーム、メイン決定っていうことでいいんですよね、と。でも俺的には、もう今のところそういうつもりでいますよ、と。もう俺は、東京ドームのメインイベントに戻れるんだっていう気持ちで、いますよ、と。いうことを言ってると。で、さらに、その、G1 が終わった後のバックステージで、エンパイアのジェフ・コブ選手っていうのが、これ、内藤選手に挑戦表明したんですよ。これは、G1 の、公式戦でジェフ・コブ選手は内藤選手に勝ってるんで、お前俺に負けてんだから挑戦させろよってことを、言ってるのかなっていうふうに思うんですけど、ただそれに関しても、内藤選手っていうのは結構そのチクリと、鋭いことを言ってて、いやでもジェフ・コブ挑戦するけど、権利証、ちょ、あの、挑戦権利証ってのもうないんですよね、と。ということは、例えばジェフ・コブと対戦して、俺が5秒で負けても、俺は東京ドームのメイン確定なんでしょ、と。なんかその辺なんか考えてほしいですよね、と。何もかかってない試合だったら、俺は別に5秒で負けても、何も悔しくないですよ、っていう、もう本当にすごく当然なことを、内藤選手は、おっしゃっていると。で、さらに、これトースポさんのインタビュー記事なんですけど、内藤選手が G1 終わった後、そのトースポさんのとある、記者の方と、その最高級ファミレスにね、行ったわけなんですよ。そのファミレスでね、内藤選手がなんかオニオングラタンスープを、食べていたらしいんですけど、オニオングラタンスープ美味しいですよね。その内藤選手がですね、その権利証システムに関して、なんか毎年それがあるのかないのか、一向にこうアナウンスされないし、G1 が開催されてるので、はっきりしてほしいと。特になんか去年そのシステムを使わなかったんであれば、なおさら今年はどうなのかっていうのを、アナウンスするべきだと思うと。やっぱりその争奪戦がなくなったことによって、ただその G1 から東京ドームまでの期間が、長すぎると感じるお客様も、中にはいるんじゃないかと。さらに、その、権利証ですよね。特典に関しても、いや、じゃあ、権利証がないんであれば、その G1 覇者が、挑戦の日時場所を指定できるよう、変えた方が分かりやすいんじゃないですかと。なんか、現に、高木慎吾っていうのは、東京ドーム前にね、その IWGP 世界ヘビーのベルトに挑戦したいって言ってたからと。その上で、ドームのような数ヶ月先の大会で、挑戦を希望する選手には、争奪戦の義務を命じれば、いいんじゃないかと思うということを、内藤選手は言ってると。さらに、こう、その G1 準々決勝で、その、イービル選手っていうのが、真田選手に勝利してベルトを強奪したんですけど、そのことに関しても、
イービルの主張分かりますよと。ただ、それが認められるんであれば、なんか優勝よりもじゃあ王者に、土をつけることの方が、まあ、重要になってくるじゃないかと。もちろん俺は、ドームで挑戦するつもりだから、別にこうイービルが先にサーダーに挑戦しても文句はないと。ただいつどこで挑戦するのか、そういう発言権っていうのはその優勝者に俺にあって叱るべきじゃないかっていうふうなことをまあ言ってると。さらにですね、この内藤選手というのは、まあ、オーナーに対してのまた苦言を言ってまして、その木谷オーナーに関して、優勝者にはね発言権があるべきで、出場者全員選手が、まあ、優勝を目指すべきであると。なんかどこかのオーナーが、勝ち越しが目標の選手がいてもいいなんて言ってたけど、それじゃ G1 じゃないでしょと。優勝ができなかったけど、勝ち越ったので満足ですなんてですが、俺だったら絶対に応援しないですねってことを、まあ、内藤選手が、今回まあ言っていたわけではあるんですよ。はい、なるほど。さすが、まあ、内藤選手というか、なかなかこういうところって、やっぱ選手の皆さんは突っ込まないというか、なかなか突っ込みにくい場所ではあるんですけど、ただやっぱりね、僕は今回のこの内藤選手の意見はちょっと聞いてみて、まあ、かなりもう、ほんと8、9、10割ぐらい同意なんですけど、でも僕がまずやっぱ一番思ったのが、その内藤選手もおっしゃってましたけど、そのジェフコブ選手が内藤選手に挑戦表明しましたけど、いや、あれは一体何なのかと、どういう意味があるのかっていうことですよね。これ前の、岡田和親選手 VS ジョナ選手の試合もそうだったんですけど、その前までは、その権利証防衛システムっていう、まあ、その、形だけだとしても、一応そういう防衛システムがあって、まあ、勝てば、その防衛、その権利証をもらえますよっていう特典が、まあ、その仮に絶対動かないものだったとしても、あったんで、やっぱその見てる方としても、もしかしたら、じゃあそのジョナが勝って、岡田から、取るかもしれないっていう風な、まあ、その、ワクワク感というか、ドキドキ感は、まああったと。ただ今回もし本当にそれが全くないってなったら、じゃあ内藤選手 VS、ジェフコブ選手の試合やりますと。でもこの試合は別に、何にもかかってませんと。どちら勝っても本当に内藤選手は5秒で負けても、内藤選手は東京ドームメイン行きますし、ジェフコブ選手は何にもありませんってなったら、それってじゃあ別にもうやる意味そんななくないですかっていう。まあもちろんジェフコブ選手からすれば、まあ負けたこうリベンジ払いせができるっていうのもあるかもしれないですし、まあ内藤選手に勝てば、まあそれ相応の発言力出るんで、まあやっぱそっからなんかこうなんですかね、難癖つけて、まあその東京ドームメインにこぎつけることもできなくはないんですけど、ただやっぱそういうなんか権利証システムっていうのがないんであれば、本当になんか内藤選手の言う通り、あんまりこの試合の意味っていうのが、まあなくなってしまうと思うんですよね。ただその権利証システムがじゃあまた言うのかって言われても結構微妙な部分なんで、まあこれは本当にじゃあ内藤選手の言うように、じゃあその権利証っていうか、その G1 優勝した人はそのもう東京ドームじゃなくてもいいから違う日時で、まあ今のチャンピオンに挑戦してもいいんじゃないかっていうのは、まあ、確か一つの案としては結構ねいいんじゃないかなっていうふうに僕もまあちょっと思ってますね。はい、というわけでね、まあ一体どうなのかというのもね含めて、今後ともねちょっと新日本プロレスをね、見守っていきたいかなっていうふうには思っておりますというわけでね、今回のお話は以上になります。次回の動画で会いましょう。以上。